へーマリサです。皆さんお久しぶりです。ご心配おかけして申し訳ありません。今日は最近撮影に行けてなかった理由とこれからについてお話ししていきたいと思います。少しメモを見ながら話していきたいと思います。私事ですが話させていただきます。私が幼稚園の時、弟が生まれてすぐ脳に腫瘍ができてしまって子供病院にお世話になりました。その時両親が離婚をして、私が小学校2年生の時に母が大きな病気をして入院をしていました。そんな環境で育ったため、医療関係のお仕事に就きたいという目標がおのずとありました。高校も全寮制の医療系高校に通うつもりで、小さい頃からずっと塾に通っていました。そんな中でも一番身近な母がギャルで、小さい頃からずっとギャルが大好きでした。中学1年生の時、たまたま行った東京でスカウトされて、あなたポップティーンのモデルに向いてるよと言われ、興味を持ったことが始まりでした。そこからエッグが復活したと聞いて、で伊藤桃ちゃんに憧れて専属モデルになるって決めて頑張りました。専属モデルバトルで史上最年少モデルに選んでいただいた時は、もう人生で母と一番喜んだことを覚えてます。今でもギャルが一番可愛くて大好きなのは変わりません。ですが小さい頃からの夢でもある医療従事者の夢も叶えたいんです。事務所的には芸能と医療系二足のわらじは無理と言われたので、辞める決断をしました。ただ心残りがないといえば嘘になります。医療系大学には1000万円もかかります。奨学金で頑張っていかなければなりません。勉強に集中したいということは以前編集長にも伝えていたんですけれども、自分の気持ちが宙ぶらりんですごく申し訳ないなという気持ちがありました。希望している学校の大事なオープンキャンパスがエッグフェスと被ってしまって、エッグフェスにも行けなくて、ご卒業される方々に直接おめでとうやありがとうを言うことができず、とても心残りでした。そんな中でもエッグの YouTube や情報は常にチェックしていたし、エッグファミリーの皆さんがすごく活躍されたり、新しいモデルちゃんたちもどんどん入ってくる中で、プレッシャーも大きくなっていきました。そこで先日編集長に、これからどうしていきたい、マリサの気持ちを聞かせてほしいとご連絡いただき、素直な自分の気持ちを伝えたところ、編集長がめっちゃいい夢じゃん、マリサの夢を応援するし、エッグを続けていきたいと思ってくれていることはすごく嬉しいと言ってくれて、すぐ理解してくれて、私が活動できる環境を作ってくれました。エッグのファンの皆さんにも、エッグでも忘れられていると思っていたので、そうやって言っていただいたことがとっても嬉しかったです。そして編集長に背中を押されました。で、そして勉強系ギャルというか医療系ギャルもありなのかなと思っているんですけど、皆さんどう思いますか？もちろんいろんな意見があると思うんですけれども、今私と同じような悩みを持っている方や進路で迷っている方は私だけじゃないと思うんですね。もし夢があるなら諦めないで一緒に頑張っていこうということも伝えたいと思っていました。しばらくは夢のため学業に専念するので、エッグで見れる時は少なくなってしまうかもしれませんが、これからも応援よろしくお願いします。学業に専念しているって言ったんですけれども、実は中間テストで100点を取りました。一応勉強も頑張ってます。というわけで、とてもお久しぶりになってしまいましたが、これからもよろしくお願いします。マリサでした。元気です。